犬なんか預からないわよ。そんなこと言わないでさ、一度見てみてよ。そんな手には引っかからないわよ。見たら可愛いとか言うとでも思ってるの？ねえ、いいでしょ。あっ、いってえな、急に怒鳴るなよ。何今の。もうなんだよ。無理に決まってるでしょ。一体どうする気？うわあ、怪獣だ、怪獣がいる。ああ、早く元の場所に返してあげなさい。あんな大きな犬なんて知らないよ。何言ってるの、あんたが連れてきたんでしょ。あんな大きいのどうやって連れてくるんだよ。いやー、君たち久しぶりだね。スペクター、どうだい？ナノキャノンで小さくされた気分は。ナノキャノン？まさか私たち小さくされたの？ちょっと元に戻しなさいよ。まったく、まだ立場が分かっていないようだな。小さくなったお前たちではもう何もできないんだよ。いい加減にしなさいよ。私たちには仲間がいるのよ。あんたなんかすぐにやっつけちゃうんだから。もしもし、夏美か？おお、これが本当のテレビ電話じゃな。もしかして君たちが助けを求めているのは彼らかな？こいつらを実験台にして人間を研究し、人類を恐怖で支配してやるんだ。お前たちは僕の送った部下にせいぜい可愛がってもらうんだね。じゃあね。何？潰される。こんな時のために。どうしよう。大丈夫、まだとっておきの手があるんだから。